画面の前の皆様、こんにちは、うつぼです。久しぶりの、実況をやっていきたいと思います。実はですね、私の使ってた、キャプチャーボードの調子がちょっと調子が悪くて、メーカーさんの方に、修理依頼をしたんですが、ちょっと回線との相性が悪くなっていたようなので、このキャプチャーボードのファームウェアのアップロードをして、また正常に動くようになりました。ということで、今回は、キリングフロア2、これを、実況していきたいと思います。これはですね、リリースされて結構経つんですが、最近私の方が、このゲームをアップロードして、ダウンロードして、最近ハマってるゲームですね。内容はですね、襲いかかってくるゾンビというか、改造された変異体みたいなものですかね。それの襲撃を、耐えていくという、いろんな武器を使って耐えていくというゲームですね。このゲームには、パークというか、ジョブみたいなものがありまして、種類が10種類ですね。バーサーカー、近接武器を得意とするパークですね。コマンド、アサルトライフルを得意とする、パークです。サポート、これはショットガンをメインとした、パークですね。フィールドメディック、その名の通り回復薬になるパークです。そしてデモリッショニスト、これは爆発物を得意とする、パークですね。ファイアバグ、これは火炎放射器系を得意とする武器です。パークですね。敵を燃やすことによって、敵が結構ひるんだりするので、ちょっと変わったパークですね。ガンスリンガー、これはピストルをメインとしたパークです。そしてシャープシューター、これは、単発の、ライフルを、得意としたパークですね。スワット、これは、サブマシンガンですね。一発の威力より連射力をメインとした、マシンガンを、得意としています。サバイバリスト、これは、いろんな、武器を使いこなせるというパークですね。この名前の横に、レベルが表示されています。私はよくバーサーカーをよく使ってますね。では今回は、オンラインマッチメイキングをやっていきたいと思います。難易度はノーマル、ハードすると、急に難易度が上がってかなり難しくなりますね。ということで今回はノーマルでいきたいと思います。ノーマルでも結構やられたりしますね。難易度はそれなりに高いと思います、このゲーム。長さというのがありまして、4ウェーブ、7ウェーブ、10ウェーブとあります。このウェーブが1つ終了すると、休憩時間というか、買い物できる時間が1分ぐらいありまして、そして次のウェーブに進むという感じですね。そして地域が選べます。私はよく、アメリカ東部や、西部を選んでいます。この辺りは結構人口が多いんで結構マッチングしやすいですね。今回アメリカ西部を選んで検索していきたいと思います。紳士淑女の皆様、ビクトリア号にようこそ。はい、
ロビーに来ましたね。私は今、安全な場所に身を潜めているとだけお伝えしておこう。私の含めて3人の、私の美しい姿は、そこの絵画を見れば想像することができる。もう一人来ました。さてと、ということで皆様を無事に海峡の島へとお届けしたいところですが、少々問題を抱えておりまして、報告によるとあいにく Z たちが船内に侵入してしまっている模様なのです。どうか奴らを仕留めてきてくれないでしょうか。今回はガンスリンガーで行ってみたいと思います。皆様に期待していますよ。ガンスリンガーにして、キャラは、アントン・ストラッサーで行ってみたいと思います。あ、ちなみにこの服は、ダウンロードコンテンツで手に入れた、ニワトリですね。では、やっていきたいと思います。ピストルを得意とするタイプですね。このリボルバーを、初期装備で2丁で、全パック共通で、この9ミリハンドガンを持っています。俺は前の戦時も貧乏だったが、この戦時でも貧乏なのか。あれがクロトですね。最初の敵というか、一番弱い敵というなってますね。ちょっとこのリボルはちょっとリロードがちょっと遅いので、この点だけは使いにくい武器ですが、一発の威力はまあまあ高い武器ですね。こんな感じで、基本コーププレイなんで、他のプレイヤーとの連携、そして助け合いが必要なゲームですね。知らない間に囲まれてきましたね。そしてこのパークの、特殊スキルとして、ヘッドショットを何回か連続することによって記録がちょっと上がっていくという、特殊スキルも持ってますね。このゲームは4ウェーブとなっておりますので、ちょっと短いゲーム設定となっておりますが、頑張っていきたいと思います。そしてこの、トレーダーという装置を使って、武器をグレードアップしていきます。最後今持っているのが、この1858リボルバーという武器とこの9ミリピストルだけですね。コンバットはまあ防弾チョッキみたいなものですね。これをまず買って、あ、まあ十分だ。これ M1911 のデュアルを買っておきましょう。やはりリボルバーよりはオートマチックの方がリロードが早いので使いやすいですね。経験だ。ああ、命がけで戦ってこい。さあ、2ウェーブ目に行きましたね。後で酒だけやりながら。さあ、このゾンビにクリティカルを食らわせるとスローモーションみたいになりますね。ということで、このスローモーション中は、周りがかなり、時間が止まったように遅くなるんですが、こちらのサイトのスピードは変わらないので、落ち着いて頭を狙ったりとかすることができますね。
囲まれ気味ですが、フィールドの方が、フィールドメディックの方が、メディックシュルダンを使ってくれているので、この中だと安全に回復させながら、敵を攻撃してくれるので安心ですね。こういうロボットの敵になりますね。ホットでかいものだ。その活躍に見合った報酬だと思うぜ。そして、回復薬で自分も回復させることができますね。このトレーダーですね。さあ今回は、コンバットアーマーと M1911 の弾だけ買っておきましょうか。で次のウェーブまでにちょっとお金を稼いで、次のピストルを買っていきたいと思います。Z たちが来るぞ。容赦なく退治してやろうじゃないか。で、私はこの辺でゾンビを迎撃していきましょう。このゲームはゾンビというよりは Z という名前で呼ばれてますね。気をつけろ、何かが飛ぶ。これ透明の敵が出てますね。名前はストーカーという見えないですね。これ目の前にいます。こんな感じでヘッドショットをうまくつないで、暗号の戦いを思い出すな。この画面上部にあるのが、このガンスリンガー特有の特殊スキルですね。これが5まで溜まると、50% ダメージがアップとなります。左下にあるのが体力ですね。上がアーマー値で、その下が、基本体力値ですね。パークによってはこの基本体力値や、アーマーのマックスが上がるようになっています。この、今いた、右手にスプレイク嫌いだ。前走を装備したのはスクレイクという名前の、なかなかの強敵の部類になる Z ですね。ちょっとこの武器じゃなかなか辛いところがあるので、スクレイクがいますね。ちょっとこのハンドガンの、もうちょっと強い武器があったらまともに戦えるんですが、ちょっと他の人と協力してやっていきたいと思います。来ましたね。こんな感じで他の人に協力を要請しながら戦うのもしてですね。
ターポットが空いてるうちに、スクレイクを倒しました。勝っていても敵を舐めてはいかん。トリッキーなコースね。9番アイアンを頼むわ。このトレーダーですね。その程度の弾薬数でやっていけるのか。さあ、そして今回は新しい武器を買っていきましょう。では、今回はこの、非常に有名なハンドガン、デザートイーグルのデュアルを買っていきましょう。直してあげましょう。お前の静けさ。そして、この初期装備、思う存分戦える。大丈夫。の1518ピストルを打って、デザートイーグルと M1911 の弾と、9ミリピストルの弾と、この釘爆弾を補充していきましょう。さあ、3ウェーブ目ですね。侵入者ともに思い知らせてやれ。今回の強敵のスクレイクがいるんでしょうかね。あのメディックの方がちょっと戦っているので3連しておきましょう。一発の威力がかなり上がっているので、かなり強くなりますね。スクレイクがありますね。さあ、デザートイーグルのヘッドショット連発で、スクレイクを瞬殺できました。あと少しでこいつらも全滅だ。声を出して応援するサイレンという武器もありますね。さあ、あと敵は5体ですね。閉店時間だ。蹴散らずにちょっとと買い占めるんだ。さあ、あっという間に4ウェーブ中4ウェーブ終わって、今度はボス戦となりますね。敵を見くびってはいけない。一つの間違いで、トレーダーはここです。話が通用するような相手じゃない。弾薬を買っておけ。この中央部上段の、このキログラムと書いたのは、持てる重量の数ですね。そしてこの値段の右側にあるのが重量です。今回は、この500マグナムという、デュアルピストルを買っていきましょう、ね。そしてコンバットアーマーもマックスにして、すべてマックスですね。これが500マグナムです。弾倉数5発しかないですが、実在する武器の中では最強と言われるピストルですね。金もなく危険な仕事をして、これとデザートイーグルデュアル装備と M1911 のデュアル、これを装備しています。今回のボスはドクターハンス・ボルターという、
一番戦いやすいボスだと思いますね。あ、いました、相手ですね。やはり一番ダメージを与えてきた時に攻撃しましたね。こいつの弱点は頭部と、背中に沿ってるタンクですね。バリアを打ち破るとダウンします。おっと、シルダーをなんとかかわしました。弾を補充するためにちょっと場所を離れた時に倒してくれましたね。待て、リロード中だ。気をつけろ、リロード中だ。はい、この試合に勝利することができました。これは個人賞みたいなものですね。医療マスターや執行人、巨人スレイヤー、ヘッドボーバー、ちょっと今回の戦いでは私は受賞しませんでしたね。はい、いかがでしたでしょうか。今回は、紹介も兼ねてこのキリングフロファー2実況していきました。戦争をモチーフとした、FPS とは違い、他のオンラインでマッチングした、方との、コーププレイがメインの、FPS ゲームとなります。このパークを装備して、このレベルがどんどん上がると、どんどん、戦いやすく、そして敵にダメージを与えやすくなりますね。今回はこのガンスリンガー、ピストルをメインとした、パークで戦っていきました。はい、また、このキリングロワー2、オンラインマッチを、また次回、実況していくかもしれませんので、その時はどうぞご視聴よろしくお願いします。またその他にも、デッドバイデイライト、そして悪魔城ドラクラ、こちらの方も、どんどん実況していきたいと思います。キャプチャーボードがようやく直りましたので、また、動画の方もどんどん実況動画も上げていきたいと思いますので、どうぞご視聴よろしくお願いします。今回ありがとうございました。うつぼでした。